はい。どうも。チタ半島の人です。はい。えー、3月の,のイベントについて変更,点が変更点があります。はい。行き先の変更です。えーとですね、3月のイベントは飯田に行く予定だったんですが、飯田っていうか、まあ、長野県のの映画一調査、つまりプラットパーク高速公園の調査だったんですが、はい。そこに行くための、の、の、 何て言うか、コミュニティバスが土日は使えないということが分かったんですよね。はい。ほとんどの土日は使えないということが分かってしまったので、それで変更させていただきます。で、変更させるのはですね、そうですね、はい。3月には静岡に行こうと思っております。はい。静岡に行ってどうするかってあ、そそれもちろん静岡の まあ、あそこに行くんです、プラットパークや高速バスを調査するんですよ。はい、こんな感じになりますね。まあ、資料館はある程度自由が利くんで、なんとかなるでしょうな。はい。で、どうするかというと、まあ、その当日決めたいと思います。うん、もちろん、とある切符を手に入れるためではあるんですね。はい。18、 あリた乗り鉄旅切符を買ってでそ,れそれを紹介するために行くんですよはいまあとまあこんな感じですねであとはそうですねあとはまあ何て言うか東海市であれ先生愛知県の愛知県の方を回ってはい取り残した あれを消化するつもりであります。取り残したあれを消化するつもりでいますよ。取り残したフラットパークを消化するつもりであります。はい。そんな感じです。で、イーダの方はですね、はい。秋に行きたいと思います。秋に、まで、っていうかまあ、 秋には、秋の乗り,乗り放題切符というのがあり,ありまして、それで行く予定であります。大丈夫です。今度は絶,絶対に先延ばししませんから。で、まあ、再来年ですが来年、来年ですが、来年の3月はどうするかというと、はい、まあ、隣の県の、ていうか、市場、うじゃなくて、滋賀県の少し隣に行って、 まあ、どうするか考え中です。はい。以上です。ご視聴ありがとうございました。はい。以上、予定変更でした。